今回紹介するのは、運玉。見えないけど誰もが持つ人生を左右する幸運の源という本です。著者自らの修行体験記は面白くて現実的。写経、座禅までは体験したことがある人は多いかもしれませんが、多機構や祝望体験はまだまだ少ないかも。これから予定している人はもちろん、 詳しく記載してあったので読むだけでもためになります。また著者の職業柄外せない高齢者とのエピソードはいつも涙が出ます。早く読みたくて購入してすぐにカフェで一心不乱に読んでいましたらうるうるやばくなって慌てて店を出ました。毎回感動いたします。身近な問題であるお墓のことよく言われるお墓参りのことなど とても参考になりました。世の中ではご朱印ブームスピリチュアルブームなどいろいろなブームが起きていますがそれも信仰の一つの方法として私も含めて何か楽しみを見つけて神社仏閣に触れる機会が増えるといいなと思いますとにかく一つ一つ波動を上げるべくコツコツ一生懸命過ごしていこうと思います著者のブログ、 本本など少ししででも読んだことがある人は、特におす,すめしたい本です以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。